はい。はい。どうですか。はい、3番目に、ご紹介いたします。平野民夫です。よろしくお願いします。はい、あのね、こちら LJ さんもあの毎月1回は来てるんじゃないかっていうか、ちょっと常連になりつつあってね、ありがたいことでございます。ありがとうございます。で、まあ、昼間はあのカモンストリートという今年初めてのイベントですね。カモンが一体となって、まだですかね。まあ、あの結構入ったんですか。まあまあ。ああ、そうですか。出たり入ったり大勢ね。あ、なるほどね。うん、素晴らしい。私はあのそちらのピースさん前であの野外ライブだったんですけど、マスコブルね、暑くてですね。これまあ今日2着目でございますが、お客さんは結構見てる。うん、やっぱりやっぱり暑い中ずっといるっていうのは結構あの結構あのテントを張ってるのが僕らだけだ。あ、そうで。やっぱりあの日向にいらっしゃる方はちょっとずっとはきついかなっていうのがね、やっぱり思いましたけどね。まあでもまあそういった試みって今までなかったのでしょうか、わかりませんけどもね。初めてまあここも会場の一つとして、はい、ねえ、長丁場お疲れ様でございますが、はい、出るかもしれない。そうです、大丈夫。いや、出ても大丈夫ですよ。誰も OK です。飲んでれば寝ない。飲んでれば寝ない。あ、飲んでらっしゃるんですか。飲んでます。あ、いいですね。よかったです。まあね、なんかやっぱりそんなコロナ禍、まあ、第5類になってやっぱりそう、ね、旅行もそうだし、その、まあ、いろんなお祭りとかイベントもね、だんだんこう賑わってきてるなっていうのをなんかこうなんか自分としてもやっぱりひしひしと感じてきておりね、嬉しいとは思います。はい、そして今日はね、Kさんなんと初めての主催ということで、アドバイザーですか。あ、もうアドバイザーです。アドバイザーですね。そうなんですよ。相談役です。まあまあどうかもね、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はね、僕も一応自分の曲を作っておりますので、自分の曲を歌ったり、そうでなかったりと時間を過ごしていきたいと思います。じゃあ僕の歌からね、いきます。やっぱりね、1日に2回同じ曲歌うってちょっと辛いんですよね。このカモと、そして皆様にエールを送って今日は帰りたいと思います。後ろめたさ恐れ、傷つくもの避けて、蓄積する弱音も見てみないようにしてた。ある日の朝突然に悲鳴を上げた拒否、叫んでいた自分はもうダメと。今までずっと走ってきた負けない人、涙をこらえ生きてきた、耐えてきた壊れた心、挫折と悔しさを許してくれる仲間の声が届くと嬉しさが交錯していく。たとえ一人立てなくなったとしても、マイナスのスタートだとしても、振り向かない僕はまた必ず輝ける。始まりがあれ終わりは来るさ、暗い
ことが本当の強さ、強さ、強さ、変わりたい。たとえ一人立ってなくなったとしても、マイナスのスタートだとしても、振り向かないで僕はまた必ず輝ける。始まりが終わりは来るさ、暗い夜だって夜明けは来るさ、諦めないで少しでもゆっくり歩いて行こう。そうさ、必ず心から笑える、絶対心から分かりますけどもね、今日はあの自慢しろって言われて歌自慢、ギター自慢大集合ということでね、あのケース主催のケイさんに今日これギブソンのこれダブなんですけど持ってこいやと言われましてそんな口調で言ってないダブ自慢してくださいと言いました、ね、まあ自慢っていうわけじゃないんですけど、まああのまあね、ギブソンダブというとあのアリスのなんだ谷村新司さんかな、あと最近のシンガーでいうと高橋優さんとかは結構弾くイメージなんですけども、まあ、僕の中でその、まあ、ダブ云々は抜きにして、まあ、その先ほどマーチンとかってブランドに出てましたけど、やっぱりこのギブソンって結構低音がゴリゴリくるなっていうイメージがあるんですね。でマーチンはどっちかとこう、うん、まあ女性よりのこう優しい音かなって僕の中では思っております、ね、その中で僕の歌ってこうなんか激しいのが多いので、あのゴリゴリのギブソンを、まあ、あと J45 を持ってるんですけど、ね、このダブっていうのも、まあ、唯一 の, そのギブソンの中であのメープルを使ってる、ね、木材でメープルを使っているっていうのでね、あのまあちょっとこれはあの実はあの何も、オールドでもなくて2012年製の中古で、絶賛ローンをしております、はい、なのでね、あまりこうライブで使うことが実はなくて、なんでかというとやっぱりローンしてるからなんですよなんかそうやっぱり、ね、壊したりなんか折ったりすれば怖えなとか思って、盗難にあったりすると怖いなと思うと、どうもこう家から持ち出せないっていうね気持ちでいて、だけどある S さんっていう方から、あのせっかくいいだろう使った方がいいよって言われて、でもなんか今日もやっぱり昼間野外だったんですよね、やっぱりちょっとね使う気になれなくて、昼間はヤマハ使ってましたそうなんです、やっぱり自分の中でのこうオールラウンドで使えるギターと、ここぞという時に使うギターってやっぱり自分の中で決まってて、でヤマハの方はまあオールラウンドで、まあ野外でもまあぶっちゃけどこでもいい場所でも使うみたいな、そんなギターになっていますね。まあね、なんでまあ久しぶりに持ってきたんでギター弾けるかわかんないんですけどねで、まあ、あのこのダブルモデルでいうと、このハミングバードはあのハチドリがムクドリでしたっけ、
ハチドリがあって、これはハト、平和の象徴、ね、ダブ、ね、ダ、あの、ボディソープにもありますよね、ダブ。いいのかな、これで、はい。で、実はこのダブタイプのは僕、今3本目でございまして、1本目が、その先ほどの弓戸さんのエピフォンのダブなんですよね。そのやっぱりダブっていう、ギブソンダブってやっぱ高いっていうイメージがあって、でまずギブソンダブからです。で、2本目に、日本製のですね、キソスズキという昔の70年代ぐらいの、やつを、ダブタイプのやつを買いました。1万5000円でした。もうここがなんていうの、このここがね、あのエレキギターみたいなブリッジで、名前が今出てこなくなっちゃったんですけどもね、アジャスタブルなんだろうね、でそれがねトムソンなんですよ、ね、トムソンなんですけど、ここ基礎鈴木ってトムソンなんですけど、ここギブソンになってるんですよね、ロゴをなあのちゃんとやってでそれが非常にですね、いつ壊れるかわからないぐらいの状態でございます。ここがボコって盛り上がって、もうブリッジが引っ張られて、ここがボコって盛り上がってるんで、今はもう家の飾り物っていうか、まあもうほとんど引かないんですけど、で、あ、まあ死ぬ前に1本でいいかということでこれを買いました。はい、なんで、あのいろんなものを先ほど、ちょっと裏で話してたんですが、いろんなものを切り詰めまして保険を解約したりですね。保険を解約した。いろんなものをこう縮小して、こう今こうなってるわけです。それだけなんです。まああと皆さんご存知かもしれませんが、まあ唯一あのここ陰霊ね、この鳥鳩鳩が陰霊でっていうのはあります。あと鳩のこれ顔なんですけども、まああのね、本数によってこの顔が違うっていうのが実はありますね。でもっと高いのいくと、なんかすげえ鳩がいっぱい飛んでるやつもありますね。100万以上のやつはね。誰か私にどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ではピックアップはあの LR バックスのエレメントでございますね。はい、なんでまあ非常にシンプルかなと思いますね。とりあえずまあ形から入ったって感じですかね。ありがとうございます。はい、あとどのぐらい自慢じゃないですか。これ自慢になってただの説明。いや、くれるまで。私何分ある？50分から40、あと30分ぐらいじゃ自慢してるんですね。だって自慢しよう。でもやっぱり褒めちぎって、褒めちぎるのってすごい難しいですよね。あのまあギターに癖が強い。ギターかっこいい。ありがとうございます。まあ僕はあの、まあ、ルーツ的な話になるんですが、あの元はギターからじゃなくて、僕はもともとピアノの弾き語りやっておりまして、なんでギターは後から買ったんですね、始めたんですよ。なんでまあギターにしろ、まあ、あのピアノにしろ、やっぱり僕の歌 あの伴奏でしかないっていうことでございますので、まあそのギタリストというのはちょっとね、あのインストールメンタルのギタリストみたいなのは弾けないんですけど、ピアノだったら、ね、弾けます。そっちのうち、その自慢はいい。いやいや、バッチリ自慢。まあまあ、ね、やっぱりなんか手段だからね、逆にこうアカペラでずっと歌えるとき、僕すごいなと思うんですよね。何も歌使わないでワンフルコーラス、あれがすごいと思うんですよね。僕もそれぐらいなってみたいです。できます？一人で。できないですよね。5曲あったら5曲全部アカペラで、あれ憧れますね、逆に。はい、です。あとの自慢は探してみたら、だって自慢しろって言うんですよ。曲言ってもいいですよ。自慢ってなかなか、やっぱりさ、あの、まあ、僕らはギターで今共通の話題ですけども、空間にいますけども、
あのやっぱり何だろうな、ギターに限らず関心ない人にしてみたらね、何でもないもんじゃないですか、ね、例えば夫婦いました、またギター増えましたって言ったら、コバさんは買って、ね、許してもらって買ったって言ったけども、またでっかいなんかゴミ増えたなみたいなふうに思われるだけじゃないですか。うちは違います、うん、それが理想なんですよそうじゃないと、あなたあなたはこんな、いつまでこんな、またもう置き場ないんじゃないのみたいなさ、なふうになったりするわけですよね。逆に言ってます、まあ、言ってますよ奥様何を買われてるんですか。陶芸あ、そうか、ね、陶芸あんまりよくわかんないんで、陶芸も売り物になればね、いいですけどね。まあそんなわけで、まあそんな人からね、ゴミに見えるようなもんでも、そうギターに限らず、ね、自分がいいと思ったものは、ね、宝物だなと思います。まあ唯一はそう、自分が旅立った時に、まあ人に迷惑はかけないようにしようかと思っておりますはい、以上でございます。いやいやいや、これね、まあそのだからギターをなんでやろうと思ったかっていう時に、自分がそのね、先日あのデビューのソロデビューの16年目っていう迎えましたっていう時に、最初僕ピアノの弾き語り一人やってて、でバラード調のものばっかりだったんですよね。でギターってやっぱこうやってバンバンバンみたいなこうノリができるじゃないですか。うらやましいなとか思ってね、まあ、あの音楽仲間見ててでギター買ったんですよそれだけなんですよそれだけなんですよ、本当にね、はい、なので、まあ、僕はだからギタリストでもなく、こうピアニストでもなく、あの僕はシンガーだなと思って日頃生きております。どうも、ご清聴ありがとうございました。じゃあね、またオリジナル曲を、私に残されている時間はあとだいぶカラータイマーが点滅してる18時、あと20分ぐらいなの、はい、それではね、あのオリジナル曲でいきたいと思います。私のこぼれる想い、今宵
た。ちょっとという曲でした。Oh.
1日2回目のステージは疲れますわ。 でもあの皆様、手拍子のしにくい曲で手拍子をありがとうございます。最後にもう一曲やって終わります。今日は長旅になりました。私の中でね、もう一曲終わってやって終わりたいと思います。もうちょっとカミカミになってますね。最後の曲です。皆様にまた明日が見えないですが、この歌を持ってエールを送って終わりたいと
駆け抜けた道を振り返りはしないのさ、ただ未来へと夢を乗せて。ありがとうございました。